バスタブどうやって外しましたか？必要なものはこのジャックハンマーと元気な体だっけです。まずはステンレスタブとタイルの間にある隙間にジャックハンマーで当たったりします。お風呂は全部北欧風にリフォームしたから綺麗にしなくてもいいです。全部リフォームしようとしてるから。目的はステンレスタブを外すだけです。20分間ぐらいこういうジャックハンマーの作業をやってからこういう風にタイルを殺しました。人生で初めての昭和バスタブを外すから他のボンドや他のもので取り付けたかどうかわからなかったんですけど、この手作業で動かせるようになってから正直自分でもちょっとびっくりしました。タラン、30分以内でできました。よし、出て行きましょうか。